かつて我らの母なるダナの大地は不滅だとも言われていた。またレナは神々の住まう地、死者が憩う園だと言われていた。すべてデタラメだ。想像を絶するレナの技術、輝く甲冑に身を包んだ装甲兵、そして恐るべきズーグルの前、ダナの繁栄は唐突にその終わりを告げた。300年前のこと、ダナの大地は5つに分けられ、レナの支配するところとなった。そして今、五稜の一つ、オルブス・カラグリアを治めるのは、火のマスターコアを持つ無常なスーパー、ビエザ。岩と砂塵に覆われた不毛の大地。絶え間ない炎がなぶるカラグリア。そしてレナの兵士に苛まれながら、終わりのない苦役を課され続ける日、己の死、ただそれのみが苦しみの終わりを告げるのだ。誰もがそう信じていた。かつては自由であったことも忘れた。何をしている、もっと力を込めろ、石突き。てっかめ貴様、俺が奴隷同士、傷の舐め合いか。そんな勝手が許されるとでも。集合、第三分隊集合。切、さっさと行け。怪我はなかったか、ココル。うん、大丈夫だよ。鉄仮面、傷が、うん、どこに見てもらわないと。そうか、そうだな。また毒にどやされるな。またお前か。すまない、
毒。うん、謝るくらいなら最初からするな。俺相変わらず何も思い出せんままか。ああ、たまに例の夢を見る以外は。顔もなければ記憶もない。おまけに痛みも感じないのにおせっかい焼きときた。難儀なやつだ。これ痛みを感じないと言っても傷はしっかりほぐし骨だって折れる。ほどほどにせんと気がつかないうちにあの世行きだぞ。今日も誰かが死ぬのを見た。死体はもっとだ。奴隷の死体なぞ、ここじゃ一番ありふれとる。死ぬのはいつもダナだ。レナは見ているだけ。いつまでこんなことが続くんだ。どうして誰も立ち上がろうとしない。大声を出すんじゃない。誰に分かるものか。わしに言えるのはこの300年の間にダナ人の放棄は何度もあったが、結果はお前が見ている通りだってことだけだ。さてと、これでいい。傷が開かんようしばらくはおとなしくしとけ。ドク、あんたは何もわからない俺にここでの暮らし方を教えてくれた。それは感謝している。だけど俺は。そう焦るな。少なくともお前はわしより若い。自節を待て。自分のことも世の中のこともだ。ぼちぼち今日の労働も終わる頃だ。腐ってないで風にでも当たってこい。奴隷にだってそのくらいの贅沢は許される。だが余計なことはするなよ。ただでさえ仮面の奴隷は目立つんだからな。部屋に戻るか。なのになぜ俺にはコアがないんだ。顔や記憶だって考えても仕方ないか。
早く休もう。何度持ち主が変わったのかわからない寝床、今は俺が使っている。今日と同じ明日が待っている。眠ろう。作業場に行かないとな。貨物列車前の集合か。またレナのための労働の一日が始まる。グズグズするな、奴隷ども。さっさと取り掛かれ。いたぞ、ジルファ。まだ見つかってないらしい。貴様らの中で見た者はいないか。見ていません。そんな、いきなり言われてもなあ。あんたは？あそこだ。待て。出して。いいから早く。僕な、こいつ手間かけさせやがって。おとなしくしてやりたいことは。うわ。
でも食らいな。落ちるなよ。鋭になり損ねた以上、貴様らはこのビエゾのために生きて死ぬ定めなのだ。分かったなら、さっさとシオンを俺の前に連れてこい。酒がまずくなるわ。ご機嫌斜めですな。オルブスカラグリアスルドエルボルゼ卿、いやビエゾと呼ばせているのでしたな、失敬。ガナベルとファルキリス、何用だ。何やらお足元が騒がしいようでしたのでな。同じ鋭のよしみ、何かお手伝いできることはないかと思ったまで。心にもないことを抜かしおるわ。こそこそと嗅ぎ回りおって。これはしたり、過去2度もスルドの座につきながら王に届かなかった恩義だ。あるいは難中しているのではと思ったのですが。失せろ、貴様の知ったことではないわ。こたびのスルドぶりがは常にない速さで進行している。結果が出るのもそう先のことではありますまい。その時を楽しみにしておれ。今日この会話忘れまいぞ。同感ですな。では失礼。気がついた？あんたティルザよ。紅のカラスのイム担当。ここは私たちの隠れ家。紅のカラス？あら、聞いたことない？抵抗組織よ、ダナ人のね。光目どもに一泡吹かせるのが仕事。ダナの抵抗組織、そんなものがあったのか。あったのよね。少しは有名になってきたと思ってたんだけど。むしろ私はあなたの噂を聞いたことがあるわよ、鉄仮面さん。その仮面外れないんでしょ？ああ、なぜつけているのかもわからないんだ。俺と一緒にいた女性は？ああ、ずいぶん変わった子よね。今ジルファが尋問しているはずよ、牢屋で。牢屋？どうして？どうって、気になるなら行ってみたら。牢屋で尋問だって？何がどうなってる？行ってみ。確かめないと。
くそ、やっぱりだ。ちょっと触っただけでこんな雷にでも撃たれたみたいに。何をしているんだ。目が覚めたか。何なんだこれは。彼女が一体。黙ってろ。本人の意思に関係なく触れた者に激痛を与えるか。毒や精霊術とも違う。これが鋭の兵がお前を追う理由か。数日前、急にビエゾの周囲が慌ただしくなった。探ってみたところ、繰り返し茨という言葉に出くわした。そこに触れることのできないお前だ。あんたのことが何一つ分かってないわけじゃないんだぜ。シオン・アイメリス。今の名前、じゃあ彼女は。なんだ、気づいてなかったのか。そうだよ、この女は名字を持っている。つまりレナってことさ。敵だよ。だけど彼女はレナの兵隊に追われてて。だから俺は。そこが俺たちも知りたいところさ。まあ着てるものを別とすりゃ、ダナとレナの見てくれの違いなんざ目が光るかどうかくらいだしな。だろ、光ね。精霊術も使えない石付きが偉そうに。俺たちは石付きじゃない。見ろ、お前らに埋め込まれた石はどこにある。あるものか。お前らと戦うと決めた時、俺たちは自らえぐり取ったんだ。この傷跡にかけて俺たちは必ずお前らレナを。レアーズ。確かに俺たちダナは精霊術を使えない。が、お前のその茨もここから逃げる役には立ちそうにないな。周りを痛がらせるだけとは全く大した能力だぜ。違う、こんな呪いが私の能力のものか。呪い。まあいい、いずれにせよお前にビエゾが執着する何かがある。それを確かめるまでは。敵襲だ。ここも嗅ぎつけられたか。手はず通り脱出だ。急げ。彼女も撃つせ。抵抗するようなら長い防火槍を使え。分かった。おい、鉄仮面、悪いが自力でうまいこと逃げろ。あんたはどうするんだ。客を出迎え。無駄死にするなよ。ほら早く。妙な真似はするなよ。兵隊が来たのか。出口に向かおう。早く脱出しないと。こんな戦いが繰り広げられていたのか。止まれ。なんだなか。おい、ここにレナ人がいたはずだ。今どこにいる。それはさっさと答えろ。お前もハントの一味なのだろうが。
応えるとでも思ってるのか。なんだこの石突き、レナの装甲兵に挑む気か。レナの装甲兵相手にやるぞ。絶対に生き延びてみせる。したが、反逆者ジロンビメル・アイメリス大もスルド・ビエゾ閣下の名のもとに拘束する。武器を捨てろ。ここまで来て何を考えてるの？装甲兵相手に。うるさい！今のうちにさっさと逃げればいいだろう。飛んでいろ、奴隷！我らレナの問題に首を突っ込むな。お前、二人がかりの方が確実よ。それにダナ人に借りを作る気もないわ。勝手にしろ。
私の判断で動いて、くれぐれも邪魔にならないように。こっちは不慣れなんだ。約束なんてできるもんか。なぎ払うグリエンジンが決めてやる。なぜ私を助けたの？ダナ人がレナ人を憎む理由はあっても助ける理由はないはずよ。俺だってレナは嫌いだ。ただ他の連中ほどじゃないってだけで。何？以前にどこかで会ったことはないか？あいにくダナ人に知り合いはいないわ。そうか。だよな。俺は自分の過去を覚えていないんだ。顔もこの有様で何の手がかりもない。それで私が何か知っていると思ったわけ？顔もわからないのに。ああそうだよ。だからあんたを助けたのもただの俺の都合さ。それにどうせ俺は傷の痛みも感じないしな。痛み？あなた痛みを感じないの？ああ、痛みも顔も記憶もない。自分が奴隷だってこと以外俺には何もないんだ。名前は？それもわからないの？鉄仮面。俺を拾ってくれた人がそう名付けたんだ。本当の名前があるってことを忘れないようにって。そう。今度はどこに行く気だ？外よ。そのために戦ったばかりじゃない。気を引き締めていくわよ。その仮面ちゃんと見えてるんでしょうね。当たり前だ。出なきゃどうして転ばずに済んでると思うんだ。何なのそれは。ダナのものとも思えないけど。知るもんか。昔のことは思い出せないし、気がついた時にはつけていたんだ。俺だって外せるものなら外したいさ。飯は食べにくいし、かゆい時に顔をかけないのも最悪だ。そんなことよりその姿で今まで生きてこれたことが驚きだわ。目を引かないはずないのに。ダナの仲間で気にする奴はほとんどいない。するだけ無意味なんだ俺たちの境遇じゃな。総工兵は怪しまれなかったの？確かに連中は俺たちの命なんて何とも思っちゃいない。虫の居所が悪かったり怒らせたりしたら命取りだ。だが目立たないようにしていれば大抵は無視される。正直やる気がないように見えることもある。仲間が言うにはむやみに奴隷を殺してそれで作業が遅れれば結局自分たちが怒られることになるからじゃないかって話だ。その辺はあんたの方が詳しいんじゃないのか？私はスルドの部下ではないわ。ただそうね、300年間変化のない支配の下で兵士も生んでいるのかもしれない。その意味ではこの騒ぎは彼らにとっていい刺激でしょうね。退屈しのぎで殺されてたまるか。生き延びたようだな。逃げたと聞いて待っていたが鉄仮面と一緒とはな。お互いまだ総攻兵に捕まるわけにはいかん身だ。ついてくるなら手間が省ける。あんたの仲間は？この先にいる。俺たちも行くぞ。動くな、反逆者ども。隠れが一つ襲うのにこれだけの戦力を差し向けるとは。裏切り者を捕らえろ。他は皆殺しだ。危ない。
しよう。しよう。自分に埋め込んでいたのか。もういい。あれを奪い返せば殺しても構わん。突撃。あれその手。ああ、痛みを感じない体で助かった。痛みがない。おい、そうなのか。動かないで。これが私の精霊術よ。使い手をも焼く炎の剣とそれを癒す治癒の術。痛みを感じない男と触れると痛い女か。ありがとう、シオン。さてと、敵の残党が体勢を立て直す前にさっさと突破するか。鉄仮面、お前も来るか。もちろんだ。ここまで来て一人帰るなんてありえない。私を解放する気はなさそうね。気の毒だがな。一緒に来てもらう。なら一つ言っておくわ。あの炎の剣は私が許さない限り使えないわよ。それには及ばん。あの一撃を逃れた奴はそう多くなさそうだからな。あの炎の剣の力、鋭に匹敵するかも。いえ、もしかしたらそれ以上の。本当に大丈夫なのか。何の話。傷だ。敵の攻撃がまともに当たっただろう。それにあの炎。当たったのはマスターコアのところだから何ともないわ。炎も熱くはなかった。多分精霊力が形を成す過程だったから。それを言うなら、あなたは本当に痛みがないのね。信じてなかったのか。そういうわけじゃないわ。手に大やけどを負って平然としているのを見て改めて実感したというだけ。皮肉なものね。触れたもの全てに痛みをもたらす私が同じ痛みをもたらす剣を使うことができないなんて。自分も痛みを感じなければって思うのか。気づかないうちに指が燃え落ちるかもしれないんだぞ。だから何？いいこと。私には力が必要なの。今まで見てきた中であの炎の剣より強力なものなんてなかった。目的が果たせれば自分がどうなってもいいっていうのか。知ったような口聞かないで。俺にはわからない。そんな自分で自分を捨て駒扱いみたいにするなんて、奴隷が強いられてきたことを望んでするなんて。